おはようございます。4月になってしまった。4月1日午前9時で起動しました。俺が村に来た日ですよね。1年前の今日、1年前っていうかまあ実際5、6年前なんですけど、1年前の今日、この稲葉場がね、村にやってきたんだよね。1年過ごしました、村でね。で、前回、まあ、春の運動会イベントやって、もう見ていない行事イベントはなくなったので、あと4月頭のお花見イベントをやって、それで最終回だねっていう話をしていたと思うんですが、実はね実は一個あって、それがね、これに載ってるかな、あ、ありますね。エイプリルフールなんですよ。4月1日はね、もうすでに2018年の4月1日は俺いたんで、一応ね、4月1日はやってんだけど、最初ってさ、あのたぬきちんちでのアルバイトチュートリアルみたいなやつがあるんで、多分ね、そんなに全力でエイプリルフールというイベントに臨んではいないはずなんですよね。何人か嘘ついてた気もするんだけど、これはちょっとまだやれるこれはまだやれるんじゃないかなっていう、まだ絞ったら水出るかなっていう感じのイベントなんで、やりましょうやもうだいぶカラッカラだけどね、俺が絞ってる雑巾ね、まだ出るだろうエイプリルフールやります、このパートでは。あー、掲示板にも書かれるんだね、これは。あ、3月31日に書かれるから絶対見てないよね。もうすぐエイプリルフールやけど、誰が書いてんだよこれ、どんなネタを考えてるの。あんまりひどいのは堪忍ね。うちも、あー、絹代さんか、これうちもお姉ちゃんも信じやすいタチなんよ。嘘よ、本当は楽しみなんよ。かわいいな絹代さんと分かった途端かわいいな。なるほどね。あー、 OK 多分ね、村の住民たちプラスタヌキチとかも嘘つくんですよね。行ってみよっか。タヌキチんち来るのも久しぶりだね。どうぞどうぞ、ご自由にご覧になってだなも。話しかけると、稲葉さん、ビッグニュースだなも、教会これ言われたよな。あのチュートリアルイベントの最後で、掲示板にたぬきちんちのお店のなんか広告みたいなの書いてきてって言われて、俺がたぬきちを語ってたぬきちだなもって言って、隕石辞任して稲葉さんに店長の座を譲りますみたいなの書いて、で戻ってきたらこれを言われたんで、あ、本当に譲るんだっていう、たぬきちんちの お店引き継ぎイベントの条件満たしちゃったかなみたいな話をした覚えはあるもんな。畳もうとしてるみたいな、今日限り全商品 90% オフだの、これは覚えてるねって嘘だな、もう今日はエイプリルフールだからね。たぬきちが嘘ついてたのは覚えてるな。あー、で普通か、まあ普通に業務しなくなっちゃったらそれはそれで困るもんね。これ何パターンかあんのかね。もう一回入ると、あー、ダメですね、嘘をつくのは一回だけだ。じゃあ豆粒兄弟はあれでしょう、いなかったもんね。何月ぐらいに着任したのかちょっと覚えてないけど何月に来たんだ、デパートになったら来たんだよね、確かね。デパートにするにはパート100ですよねパート100で他の村から、裏ずっぽし村からデパババさんが来たんだよな。デパババさんが来てデパートの
条件満たしたんですもんね。だいぶ後のはず。君たちは嘘つくのかい？つかないんかい。つかないんだ。マジかよ。豆吉がつかないってことは粒吉もつかないよな。君は？ダメか。もういいや。あと村にいなかった人は途中から常駐するようになったのはあんまいないか。本当に豆吉粒吉ぐらいですかね。本館さんとかどうですか？お、今日はエイプリルフールであります。村中嘘が溢れていますので気をつけてください。あ、そこはさすがにね。関係ですもんね。マーリさんは、お、中にいる本館の相棒もなんだかそわそわしていました。もう本当のことだよな。多分そわそわしてますよね。さすが本館さんは嘘つかないな。中のおまわりさん B の方が、あー、ここにあるものは持ち主がわからない。俺の溜め込んだ花が、あー、普通のことだな。エイプリルフール、お、あー、なんか言ってるよ。最近ダイエットで30キロ減量しました。嘘っぽいね。あ、ごめんなさい、嘘です。嘘ってバラすのが早いな、みんな。以後気をつけます。これ多分聞いてないっすよね、俺ね。そわそわはしてるな。エイブルシスターズはどうかな。お、 SB ちゃん。SB ちゃん作ってんね。いらっしゃい。掲示板見たよ。あれ、キヌヤさんが書いたんでしょ。キヌヤさんじゃなかったら怖いよな。お、聞きました、稲川さん。かの有名なデザイナー、グレースさん。グレース絡みの嘘。あの人、おしゃれな服を着ているように見えるんやけど。実はあれ。なるほど。ボディーペインティングだったらしいですわ。うちもあれは怪しいと思ってたんよ。俺もグレースは怪しいと思ってたんだよ。うんち食べるからな、あいつ。ほら、あれしよっかな。ちょうどね、来ようと思ってたんですよ。ちょっと最終回近づいてきたからね。久しぶりに。まあ、こっちも思い入れありますけどね。ザリティで行くか。そんな良くもないね。こう見るとね。これバカ受けだったからね、ザリティね。お！今度、たぬきちさんのところでセクシーな水着を売り出すらしいですよ。嘘の内容としてはあさみさんの方が面白いな。セクシーな水着を、終わり。それで終わりなんだ。嘘ですって言わないね、この姉妹はね。あ、井上さん、いつもどうも。まあ、嘘をつくのは1回だけですよね、みんなね。まあでも、メインキャラたちとね、こうやって顔を合わせてね、おしゃべりできる機会ができてよかったですよね。お、稲川さん、大ニュース、宇宙人の化石が見つかりましたぞ。口調が違くない？いつも。で、嘘ついちゃいました。だって今日はエイプリルフールですから。宇宙人っていう概念はあるんですね、この世界にもね。宇宙人はどうなんだろう、人型なのかな。宇宙猫とか宇宙鳥とかそういう感じなのかな。ペリミさんどうかね。お、なんていう残酷な嘘。今日はついにペリオさんと初デートなんです。俺ネタにしちゃう。何を着ていこうかしら迷ってしまいます。かわいそうにな、ペリオ。ペリオはどうかね。え、嘘なんですけどね。あ、そっかそっかそっか。ペリコさんはペリオのこと好きなんだよね。で、ペリオはそれに気づいてなくて、ペリミさんが好きなんだよね。そうだった。なるほど。ペリオはどうすかね。ペリミさんは、時間で交代だもんね。夜勤だもんね、あの人。エイプリルフルってなんか午前中しか嘘ついちゃいけないみたいな話をよく聞きますけどね。午後に嘘つくとそれはルール違反だよみたいな
こと言ってくる人たまにいますよね。たまにいるけど、どうなんだろうな。ペリオ来るの何時だっけね。5時だな。絶対捕まえるぞ。うん、よし。おお。切ねえ。なんとなくパターンが分かったな。今日はついにペルミさんと初デートなんだ。で、嘘なんだけどね。あ、本当ならいいのにな。全員が片思い。いや、片思いじゃないのか。ペルミさんは誰にも思いは持ってないんですかね。妹の幸せを願っている感じでしたよね、ペルミさんはね。配達物はないですよね。じゃあペルミさんのとこ行ってみるか。ペルミさんは夜7時からの出勤なんで。速攻。うん、ペルミさん。てかみんなあれだね、午後でも普通に嘘はつきますね。ああ、全然関係ない感じの。そういえば今日限りで、たぬきちの店が店じまいするらしい。俺と発想が似ている。俺と同じ方向性の嘘だな。嘘だっつーの。ああ、たぬきちに行くんだな。なるほどね。ペーリコさんとペリオの嘘は、重いな。いや、俺が勝手に重さを感じてるだけかもしれないけど。今んとこあれですね。嘘の内容として一番センスあるなって思ったのは、あさみさんかな。あさみさんのやつが、まあ、くだらなくて一番いいっすよね。あれぐらいのがね。もともとあさみさんの好感度が高いからっていうのは当然あるんですけどね。あとは、ちょっと夕方嫌だな。まあ、ちょっとお昼過ぎぐらいで、カッペどう？お、カッペあるよね。ここだけの話だけど、実はほら、桃から生まれたんだ。そうか。これなんか言われた記憶あんな、俺。最初に。ん？これを言い続けるのか、もしかして。あれ？ 4 月1日ってもしかして、マジか、島行けねえのか。嘘をつき続けているな、カッペが。はあ、そういうこと？いや、島住民あんのかねって。そうか、ないんだな。ないからここで封鎖してんだ。やりよる、任天堂。ショーイとね、ナイルちゃんとキャロに会いに行こうかなと思ったんですけど。キャロに会う準備もしてたのにな。なるほどね。そういうことか。任天堂。やってくれるじゃねえか。あー、あと手紙も来てるかね。てか、母から来てるでしょ、きっと。いっぱい来ているが、うん。うん。エイプリルフール母手紙はあると思うんだよね。順番的にはこれかな。俺が4月1日に来たやつな気がするんで、まあ、順番に行きますか。これ3月の便箋ですもんね。稲葉場へ、映画見て帰りに寄った喫茶店、女優のようにティーを楽しむ。わかる。女優のようにはならないけど、割と映画に影響を受けますよね。なりきり上手の母より。うん。でもこの間スラムダンク見た後バスケ部入ろっかなと思った。まだ実現していないが。これは？ああ、あ、これか？あ、これだわ。これ、4月の便箋ですもんね。稲葉場へ、今日限り、親子の縁を切ります。どでかい嘘ついてきやがる。なんて嘘よ。エイプリルフール。ああ、エイプリルフールをエイプリルフールっていう。母親ですね。そういうタイプの母親ですね。どう騙された母より。怖いこと言うな。結構怖いこと言ってきますもんね、リアルの親もね。じゃ、これは3月のやつなんだ。稲葉場へ、母さんは B 級グルメと言うけれど、父さん、あなたは C 級グルメ。
と？どっちもどっちだけど。父さんと俺は C 級グルメと評す料理を、母さんは B 級と評すよっていうこと？本当にどっちもどっちの話だな。難しい。エイプリルフールの手紙より全然難しい手紙が来たね。あと、多分住民もエイプリルフール専用のコメントになってると思うんで、ちょっと行ってみますか。